はい、前言ってたね、はい、セスカ漫画の共生する社会っていう本が届いたんですわ、うん、でね、それはどういう本か言うと、はい、前言ってた予想の通り、はい、うん、手塚治虫の作品、うん、手塚治虫の作品の何らかの作品から1話持ってきて、うん、それを掲載してその後に誰がしかが、うん、まあ、解説というかエッセイを書くというスタイルやったわ、はい、予想通りやったわ、さすがです、うん、それでいろんな人がな、まあ、書いてんねんけど、うん、我らが伊勢田夏子さんもそこに、うん、寄稿し、姫が寄稿してるということで買、うん、ったんやけどな、はい、で、うん、全部読んでないっすまだ、うん、忙しいんで、はい、カルガモさんみたいに暇じゃないんで俺で、うん、夏子班の担当の部分だけ読んだ、うん、でそれをレビューします。まあ、とりあえずそれだけでやろう、はい、後でまた、はい、全体とか気になったとこやるかもしれんけど、とりあえず夏子派の部分は気になるやみんな、うんうん、うちの動画を見に来てくれてる視聴者の皆さんはそこが一番気になるやん、うんうん、んでな、結論っていうかな、はい、俺のまず率直な感想っていうか、うんうん、一言感想を言うと、はい、びっくりした。びっくりしたマジで、ほーほーほーってなった。予想と違う。夏子さん、夏子派のエッセイで、うん、そのびっくりしたところは後で解説するとして、まあ細かく言っていくわ。うんうん、まずブラックジャックの、何という下っていう回なんやな、うん。それはどういう話かっていうと、ある村岡くんっていう男の子が、そろばんの全国大会に出てね、そっからスタートや話やな、うんうんうん、でそれそろばんの大会にブラックジャックが見に来てね、その客として、うん、でその村岡くんがバーッとこう優勝準決勝まで行って、うん、準決勝突破しましたーとこまで行って、うん、やったねみたいなブラックジャックが言ってるわけ、うん、でなんか村岡くんになんかしたんやなっていうことが分かるやん、ブラックジャックがよ、うん、何もしてへんのにブラックジャック見に来るわけないから、うんうん、まあ、でどういうことかって言ったら、何をしたかって言ったら、うん、村岡くんは、まあ、薬品の関係で何手足が極端に短く生まれてきた子やね、うん、まあ、障害者やな、言われるな、うんうん、でその子がブラックジャック階層でな、その、うん、ブラックジャックのとこに来てそろばんの先生と一緒に来んねん、うんうん、でブラックジャックに何してくれて頼んだかっていうと、うん、手を他の事故で亡くなった同い年ぐらいの少年の腕を移植してくれって言いに来たんや、うんうん、はい、でまあそんなことできるわけないんだけどな、現実では。でもまあ、うん、ブラックジャックやからできるわけ、うんうん、で腕を移植したんよ。で、うん、その移植した腕で、まあ、移植してからも頑張って、村岡君が頑張って、うん、まあ、そろばんを訓練すんのよ。で、こう全国大会に出るとこまで来ましたよっていう話なんや。わかるやん。はい。で、ほんでな、まあ前は。で、ほんで決勝まで行けましたって言って、ブラックジャックに村岡君が俺言うとね、僕は絶対優勝しますとか言うとんねんか、うんうん、でブラックジャックが何言うたかっていうと、うん、君の努力は素晴らしいって言って、ここまで来たことは素晴らしいが、うん、優勝は無理だって言うね、うん、どうしてですかって言って村岡君が言うね、うん、それは君も分かっているだろうって、君は移植してそこまでの技を身につけたのはすごいが、どうしても克服できない弱点があるんだみたいなこと言うねんな。それは何かっつったら、うん、なんぼ訓練したっつっても移植した腕やから、うん、30分以上の休憩をしないとまともに動かなくなるという、そこだけはどうしようもないんだよっていう、うん、わけよ、うん、でその準決勝から決勝の休憩時間が10分しかないわけ、うん、でその10分の休憩ではどうやっても君のその腕の疲労は取れないから優勝は無理だねっていうね、うん、そんなことないです、僕は頑張りますっていうね、僕は優勝してまー、うん、優勝しますって言うんやけど、まあ無理だよねみたいな
感じで言うねん、ブラックジャックかな、うん、で決勝に行くねんか、うん、決勝に行ってでガーッとやって何円なりってやってたらやっぱり疲れが来てうわー腕が動かなくなってきたーって言うねん、うん、感じやだから言うてそういう思ってんのな心の中で、うん、もらうことがほんで、はいはい、でどうするかっつったらもう動かない、うん、でも勝ちたいってでどうするかっつったら実はもらわくんはその腕を移植する前からそろばんの天才やったと、うん、どういうことどういうことかっつうと、まあ、でブラックジャックもその回想でな先生に向かってえその腕がそんな短いのにそろばんの天才でどういうことなんだいみたいなこと言ったらちょっと見てくださいっつって、うん、天才なんですこの子はって先生が言うねんで なんで天才かっつったらその手がないから、うん、まあない状態やからな、うん、舌で、うんうんうん、だからもうタイトル回収やここで舌で、うん、もともと手の移植する前は舌でベロな舌でそろばんをベベベって弾いてものすごい速さでやってたっていうのがまたそこで回想が出てくるね、うんうん、ほんでまあどうするか分かるやん腕が疲れてきたどうしようもないよってなった時に舌でやりだすわけその昔のあれで、うんうんうん、でそれでおーって周りが観客もさえーってびっくりするやんで、うん、これはいいのかみたいな話になってさ、うん、でまあでそれでもともと舌でやってたんだからいいじゃないですかって言って審査委員長もまあ舌でやってはいけないというルールはないからいいでしょうみたいになってバーッと舌でやんのよ、うん、ほんで優勝っすね、うん、よかったねっていう話、ねうん、それだけの話やね、はい、ちょっと感動的やん、うん、そこにそれに夏子はんがなうん、エッセイ書くわけ、うん、でなねえ師匠、はい、レビュー聞く前にちょっと言っていいでしょうか。はい言ってください。もうそのなんていうんですか師匠の今の言葉だけでげっそりしてるんですけど。何が。夏子はんがエッセイを書いてるっていう一言でそうやろちょっとげっそりその話自体俺結構感動したやんかこの話、うんうん、読んだことあんのか忘れたけどとりあえず忘れてたから、うん、そうああなんか感動的やないい話っつうかなんかいいやんけと思ったやんか。でもそこでやめときません。やめときたいやんそこでやめさせてくれへんのはこの本やねげっそりしてきたすでに。これがブラックジャックってやったらええで本がな本のタイトルは、うんうん、ブラックジャック何巻とかやったらもうそのまんまさ次の話に行けんねんけど許してくれへんねんけ、はい、なんでならなこれ手塚漫画の強制する社会がやしやタイトルがさ、はいはい、夏子はのエッセイが来んねん、はいはい、行くでまず一言目でなびっくりしたんやけど、はい、村岡くんは特別な例なんだやってだから夏子はんが言うには、はい、まあ、舌でそろばんを弾くのが認められたのは村岡くんに才能があったからでしょうみたいな感じでさいきなり苦言、はい、来た苦言苦言ですよ。あーなんかいい話感動したと思ってんのにいきなりなんか村岡くんが特別だから認められたんでしょって舌でやることを認められたのは村岡くんが才能があるからでしょって。これが村岡くんが箸にも棒にもかからないような、感じだったら認められてないんでしょみたいな苦言ですわみたいにダラ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 いつものさダラ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 もうなんかさ、うん、障害者認められないみたいなのがダラ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 書いたんねんか1ページ目、うんうん、びっくりするやんか、うん、びっくりするよなんか差別であると少しでも声を荒げるとわがまま態度が悪い私たちだって受け入れようと頑張っているのにと責められることすらありますってだったらまた恨み事やずっと台無しやもうまずいきなり村岡くんの感動話台無しやねで呼んでいくやん、はい、これまずびっくりしたやんこれで苦言かーいってびっくりしたやん、うん、こっからや本俺さっきびっくりしたって言ったやろ、はい、びっ
くりしたのはそこじゃないね。本当にびっくりしたのは、うん、びっくりすって行くで。で、まあ、だらだら恨み事が書いてるやん。はい。そう思うね、そう思うね、まあ、車椅子ユーザーの私の体験からです。で、体験話来るで。俺何の体験話でしょうねって思うやん、びっくりすって。この体験話、じゃあ読み上げようか、ここはちょっとまあなんかモノマネして茶化すのもあれやし、俺の読み方で読む。行くで。はい、はい。2021年4月。あれあれ、あれまさか、あれ子供2人とヘルパー友人と一緒に電車で熱海旅行に向かった時、目的地の駅が階段しかない無人駅だったので、ご案内できないと言われ、事実上の乗車拒否に遭いました。木の宮事件ぶっこんできてる。そうでしょ、まさかと思ったけどよ。嘘でしょ、びっくりしたやろ。書いてあんねんもんだってよ。マジびっくり、おお、ぶっこんできやがったこいつと思って。まあ、最初のまあ苦言はさ、やっぱ言うとってまあ演じてよ、個人的なさ思念っていうかさ、恨み事っていうかさ、木の宮事件ぶっこんでけ、もうもはや関係ないよ。手塚治虫、ブラックジャック、村岡くん、関係ないよ、もうもはやここまで来たら。その体験を SNS で発信したところ大炎上したのです。わがまま、車椅子なのだから事前に連絡しろ、駅員がかわいそうと批判が殺到しました。はい、個人、もう個人的な恨み事、ヘルパー制度を不正利用している、歩けるのに歩けないと嘘をついてるのデマ。あのさあ、障害者が電車に乗れなくて設備や制度の改善を求めて発信しただけで、誹謗中傷され続け捏造されたデマが広がるのです。だってさ、何だ、黙ってね。いや、もうなんか口あーって開いた状態から動かない。アングリやろ。アングリやろ、師匠、怖い。あのぞ、まさか俺この木の宮事件を ぶっこんでくると思ってもおらんかったからさ、おおっとガーンってなんかマジでブロックで殴られた気分やった。びっくりせえへん。あ、なんつうかさ、なんか一応さ、まあ、手塚治虫の作品に関して何かを書けっていう話なわけやんか、うん、それにさ、こんな個人の恨み事をぶっこんでくるってさ、思ってもいいんかったよね。すげえよな。はい、もうそれ以上いいことないわ。ないですね、もう終わろうか。ほんま、はい、びっくりしすぎてさ、はい、で最終的に、うん、その俺健常者差別してるやん、この人な。はっきり言うてな、権利差別で健常者に恨み持ってるやん、うん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 、なんせさ、健常者羨ましい、健常者に対する恨みがましさがめちゃめちゃ出してきてるやん、うん、悪いけどよ、それは間違いないや、うん、で、うん、そう、俺そういう健常者に向かって、まずは障害のある人の違いを認めませんか、そして自分も多様性の中にいる一人だと気づきませんか。だってさ、あ、だってよ、師匠、はい、誰、夏子飯に頼んだ人。知らん。子供の未来者の誰かやろな。もう子供の未来者っていう、もうめちゃめちゃ会社名からしてもううさんくさいっていうね。はあ、
こんなに1650円いやちょっとびっくりす、ある意味、はい、ホラー、ホラー映画より怖かったもん俺、怖い怖いまさかこれをぶっ込んでくる、考えようや夏子はんよ、そらあの事件で叩かれたことを恨みに思ってんやろうけどよ、ちょ場所っていうかさ、わきまえないか、わきまえない障害者やもんな、わきまえなさすぎやろ、なんぼなんでもさ、はい、手塚どこ行ったいう話や、はい、もう未来岡くんのおかげでソロバン大会では今後舌を使うことが例外的に認められるようになるでしょう、しかし足を使うとどうでしょうか、だってさもうなんかもうなんかな、もう文句ですわそのブラックジャックに対する文句ですわ、だから手塚治虫は分かってないっていうことなんやろな、はい、所詮分かってないよねって、だって手塚治虫障害者じゃないもんねっていう感じなんかな、だから分かんないんだよねっていうことが言いたいかな、とは書いてないけどそう読み取れるよね、どこかでもね、この恨みかましし恨み節が延々続いてるってことはさ、まあ分けんなと、はい、分けんなだって、まあだから結論としては分けんな以上です、はーい、はい、ね、付け加えですけどね、前と同じ喋り足りんわ、はい、このことに関してはね、あ、ほんまなんちゅうのかな、結局さ、あの前に出したうちの動画で、はいはい、パラリンピックの選手に対して、うんうんうん、頑張るなみたいなさ、はい、こと言ってたのを、はい、はーっていう動画を上げたやん、で、はい、夏子さん曰くパラリンピックの選手が頑張りすぎるとパラリンピック選手ほど動けない私みたいな人間は落ち込むからあんまり頑張らんといてみたいな趣旨のことを言ってたっていうのを見て驚いたから、うん、驚いたんよなんせな、はい、びっくりするやんその考え方も、あーだから所詮こいつはなんかこいつで夏子はんのことな、夏子はんはもう自分よりその、まあ、能力的に優れてる言ったらおかしいけどさ、うん、まあ、動けたりする人間に対しても全部恨みに思ってんやなんてことがよう分かるやん、なんだなんだ綺麗事言って、うん、私より動けるやつ全員恨みに思うってことや、うん、でこれや、要するに村岡くんっていうさ、その、うん、才能、そろばんの才能のあるってことやんか、その下で使っても下でやってもそろばんがめちゃめちゃ早いっていうさ、うん、村岡くんに対する恨みや妬みがあんやなっていうのがようわかるよね、その、はい、お単純に感動したけどなほんまに、その俺こうやってこの話にブラックジャックの話に感動できるっていうのは夏子はんからしたらお前らがそれはお前らが健常者だからだろうみたいなことなのかな、うーん、おそらくそうなのね、なんかもう恨みなんやなって、ほんま恨みなんやなと思ってそれで、はい、びっくりするわ、うん、いう話ですよ、なんかあるか、はい、弟子はもうちょっとさ、その話、うん、ブラックジャックの話に関してのことを書いてるのかなと思ったんですよね、うん、俺もそう思ってよ、それはなんか恨み事言うにしてもよ、うんうん、もうちょっとブラックジャックのこの話に沿ったことを書いてくるかな、でもそれが求められてることやん、この、うんうん、おそらく子供の未来者の編集、うんうんうん、まあ、ろくでもない本やと思うけどな、うん、俺は、ブラック、手塚治虫の作品部分はいいけど、それ以外の部分はろくでもないと思ってるけど、うん、夏子はんのやつともう一個だけ読んだけど、それもなんか ろくでもないこと書いてあったけどな、うん、うん、それなんか、それが求められることやんけ、まさか己のよ、木の宮事件のさ、恨み事をさ、その
手塚治虫さん、もう仮にも手塚治虫先生の名前を冠してるわけやからな、この手塚治虫長になってんやからな、これ、うんうん、ぶっ木の宮実験をぶっ込んでくるとは思ってもいいんだからさ、本気でびっくりしたわ俺。ここ5年、少なくとも5年以外、5年以内で一番びっくりしたわ、うん、これこの話聞いてる今の今聞いてる視聴者の皆さんもおそらくびっくりしてると思うけど、まさか弟子もびっくりしたやろ。はい、ということでね、はい、まあ読む価値はないですけど、まあ読む価値はないですけど、ブラックジャック自体は面白いです。以上です。はい、あのごめん、最後にもう一つ加えあのほんで木の宮事件で熱海駅に向かうのに、うん、事実上の乗車拒否をされましたって書いてるのがちょっと、うん、表現を変えてきてるのが面白いな思って、事実上って入れてきてるのがちょっと面白かったなっていう話です前まではただ乗車拒否だけやったのに事実上のって入れてきてるのがちょっと笑いました、うん、以上です。はーい、電車に乗れませんでした、電車に乗れませんでした、電車に乗れませんでした、乗車拒否されました、電車に乗れませんでした、電車に乗れませんでした、電車に乗れませんでした、乗車拒否されました、電車に乗れませんでした、電車に乗れませんでした、電車に。